没有福到真的我有好吃不到好吃到你哎呀你真的吗你府内では彼らがよく口にする言葉からとりあえず2人をアウレとアウラと呼ぶことにした。向かったのはコロンビアやペルーと国境を接するアマゾンの奥地だった。この森を抜けたところに2人の家があるという。トマペマペチェトマオライイラマ突然女が基地の隊員の一人に向かって怒鳴り出した。私たちは何が起こったのかと身構えた。家の中は意外なほどきちんと片付いていた。気がつくとアウレは明らかに怯えていた。かすかに震えているようにも見えた。集落は100人を超えるマシコピーロに襲われた。人々は船で脱出したが家は荒らされ家畜のすべてが殺された。徹底した破壊に見えた。いわゆる文明化への第一段階として私たちの社会に馴染ませるための接触が始まった。彼らは確かに好奇心が旺盛だった。だがそれ以上に私たちに向けられたいくつかの言葉が耳に残った。毎朝私たちは話します。片言の会話で話します。辛いという言葉を発するとき、アウラは笑いません。怒りの奥に悲しみがにじんでいるような、そんな顔になります。森を離れ仲間を失いある部族の最後の一人になる。私ならとても耐えられないでしょう。止まれ。戻りましょうかね。